こんにちは、時の小石です。今回、グラインダーを新しく買ったので、早速何か磨いてみます。磨いてみようと思うのは、この石。真っ黒いマンガに覆われた、ロードナイトです。ロードナイトは、前に磨いたことがあるので、新しいグラインダーの鳴らしにいいかなと思いまして、この石に決めました。基本は、散出したままの石が好きですが、こういう石は、やっぱり磨いてみたくなります。なるべく、表面の黒いマンガンを削って、中身を出そうと思います。ちなみに、表面の黒い部分は、二酸化マンガンなので、オキシロールで発泡します。これは、石が溶けているのではなく、過酸化水素が分解して、酸素が出ているだけらしいです。さて、中身は、どんな感じになっているのか楽しみです。ピンクのロードナイトが多めか、または、他の鉱物が多いのか、磨いてみるまでわかりません。今回、新しく買ったグラインダーです。元日立の廃鉱規制ブラシレスグラインダー。モーターブラシがないので、煩わしいブラシ交換もなく、音も静か、耐久性もあります。また、この後紹介しますが、安全性も高く、安いグラインダーより安心して使えます。持った感じもいいです。ここにスピードコントローラーがあります。低価格のグラインダーと比較してみます。まず、この安全性の高いスイッチ。手元にあり、何かのトラブル時に、すぐにオフにできます。グラインダーは、思っている以上に危険な工具ですので、取り扱いには注意です。次に、コードが冬でも硬くならないのがいいです。低価格のグラインダーは、電源スイッチが後ろについています。保護もないので、何かの弾みで電源が入ってしまうことが多々ありました。しかも、スイッチが手元にないので、緊急時にすぐに電源が切れません。このコードも硬く、取り回しにくいです。そして、硬いコードがスイッチに触れて、急に電源が入ることがありました。低価格のグラインダーは、家庭での錆落とし程度にはいいかもしれませんが、安全面から、鋭いカッターや砥石を使う石磨きや金属加工には、向いていないかもしれません。さて、前置きが長くなりましたが、早速石を磨いていきます。マイクの音量は下げてありますが、かなり静かです。さすが、ブラシレスグラインダーです。電源を入れても急に回り出さないので、あの遠心力で振り回される感覚が緩和されて、安全です。言い忘れましたが、カッターは、荒削り用に、シングルのダイヤモンドカップを使っています。シングルのダイヤモンドカップは、面で削るというより、角で削る感じだと、素早く削れます。
削ってみてわかりましたが、表面の黒い二酸化マンガンの層が厚く、結構削り込むことになりそうです。とりあえず、粗削りはこんなものでしょうか。形が整ったら、今度はダブルのダイヤモンドカップを使います。個人の感想ですが、シングルは角で削る感じでしたが、ダブルは面で削る感じだといいかもしれません。磨き残しがあると後々面倒なので、赤く塗って磨き残しがないようにしました。砥石をダイヤモンドカップから石材研磨用 GC 砥石に変更します。再びクレヨンで赤く塗って磨き残す対策。砥石を目の細かいものに変更します。石材研磨用砥石 GC36、 GC60、 GC120 と3枚順番に使ってみました。こんな感じで全面磨きました。ここから体力勝負の手磨きです。最初に160番のダイヤモンドヤスリで表面の凹凸を取りました。次に220番の GC 砥石で磨きます。今回は紙ヤスリを使わずに最後まで砥石で磨いてみようと思います。次は400番の砥石。砥石が削れてきますが、この粒子で磨く感じにするので、洗い流さずにこすります。次は1000番の砥石。普通の砥石で完全に石に負けますが、この砥石の削れた粒子で磨く感じです。砥石のいいところは、紙ヤスリより手が疲れません。次は30番の砥石です。先ほど言ったように、砥石が石に負けて削れますが、その削れた粒子を利用する感じで磨くと、綺麗に磨けます。いよいよ仕上げです。ピカールで磨きます。磨き用のいろいろなコンパウンドが販売されていますが、コストもかかるので、お手軽に磨くのには、これが一番かと思います。
最後にラフ掛けをしました。やっと完成です。どうでしょう、頑張りましたよ。それでは完成した石を見ていきます。まずは恒例の雰囲気作り、灯火。黒い石、二酸化マンガン鉱から削り出したロードナイトです。ピンク色のロードナイトは少なめかもしれませんが、模様が綺麗です。灰色にも似た青緑の部分はテフロ石です。その他、アレガニー、ハウスマン、両マンガン鉱、ブラウン鉱など様々な珍しい鉱物が混ざっていて面白いです。細かく見ると、その他にも珍しい鉱物がいろいろ混ざってそうですね。ロードナイトが好きな石なので、後で徹底的に詳しく調べてみたいと思います。ちなみに、重さはこのサイズでも約 740g もあります。重いです。肌触りもいいです。撫で回すと気持ちよくて癒されます。また、面取りした角が手のツボを刺激していい感じです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。